ンちゃんは絶対ないと思う。プテハシさんはあり得る。プテハシ慎太郎ならあり得る。ワンちゃんはいい子だから絶対ない。こんな、そんなね、悪いことする子じゃない。ワンちゃんは見えた？プテハシさん、最後まで。うん、見えてるはず。はずってなってもん。一緒に行ってた。もうペース上げてたよ。一緒に行ってるから。ワンちゃん人気すぎんのね、これ。見えてる、見えてる。僕、タスク当てんだけど、ワンちゃん一緒に行かない？オッツ。おいおいおい、ダメダメダメ。なんで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 。怖い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 。はい。初手でいい。あれ場所がねえな。三。水色黒。クロムじゃない、水色黒。黒マンちゃんか。ちゃかり。黒もちゃかり。黒青1238グイン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 グイおおいいわ。ゲームめっちゃ楽しみました。ゲーム。やっと議論に参加できる。どうもー。投票画面いけてない人。大丈夫です。大丈夫です。はい、いけてます。平和な立ち上がり。平和な立ち上がりで。話すことないな。なんか疑わしいとかあった人いますか？気になったんですけど、リアクター行った時になった時にセンターさんがリアクターの前でなんか仁王立ちってたんですけど、あれは待ってた感じですかね？そう、先に入っちゃうと、インポスターに殺される可能性もあるし、間に合わない可能性もあるじゃないですか、その直すのが。入り口付近で確実に分かれて。あ、了解です。作戦ね。上やるか下やるかがね、選べないので。多分そうだろうなと思ったんで、結構。じゃあまあちょっと僕も少し発言すると、マンちゃんがウェポンのところで、僕がウェポンのタスクをやってる時にマンちゃんがこうヒュッと来たから、あーこれマンちゃんインポスだったら死んだなと思ってたけど、しっかりと上の方のタスクをこなそうとする素振りを見せたので結構村で見てますね。そうあれ殺せたから、確実に僕もマンちゃんのことを殺せたし、マンちゃんも僕のことを殺せたと思ってるから、プテラはマンちゃん白で見てますね現状。うんうんうん、っていうね。はい、なんかあとなんか白情報とかないですか？あーと、私多分その後に合流したんですよ。だからマンちゃんさん、プテハシさんがベポンかなにいるところに到着して、その時にリアクターがあった時にプテハシさんだけ動かなかったんですよ。でリアクターやったからね、タスク。そうだから、リアクター到着したらかなりの数いたんで、これで死体が上がってたらプテハシさん黒いなって思ったんですけど、死体がなかったところからして、インポスターだったらやっぱあの瞬間に誰か殺しに動いてそうだなと思いました。ウェポン白目あざす。ウェポンゾーンに誰か人いました？他にウェポンでは、開幕ゲンと、慎太郎さんと神宮寺さんの3人だったと思います、はい、でしばらくご一緒しました、ね、スキップちゃんと入れてね、スキップちゃんと入れてね、スキップちゃんと入れてね、4票しか入ってないよすいませんすいません、殺されちゃうんでね、気をくださいね。次は、次も生きてて痛い。投票は絶対オレンジレッド。今日の血液型ランキング第1位はオーマニアスのあなた。オーマニアスのあなたのラッキーアイテムは赤い顔、顔中に口紅を塗ったらいいことがあるかも。茶色エレクトリカル。おお
やば。お、茶色。なるほどね。オーマイガー。誰や、死んでんか、ゆとり発見しました。アッパーで夏目さん亡くなってました。アッパーで、アッパーってどっち側ですか。アッパーのリアクター側の方ですね。左上です。左上ですね。あー、上の方か。ゆとりさん誰か見ました、その辺で。私アドミンで、まんちゃんと一緒にいて、停電入って治ってからカフェアッパーに行った通りでは誰も見てないです。カフェアドミンカフェアッパーで向かって、あ、そうですそうです、アドミンずっといました。でワンちゃんはもうあの停電した後ずっと2人きりいて殺されなかったんで、まあ2人死んでるんで、もしかしたらアドミンの情報は見ましたか。アドミン情報見ました。見てからのその動くまでの流れを教えてください。アドミン見て、まあストレージロワーで22のリアクター1のアッパー1は確認して、まあ特にそれ以外は何もないんで、普通にタスクこなしに左側のカフェとアッパーと、ああ、じゃあ見つけ探しに行ったわけではないんですね。探しに行ったわけでもないです。特になんか怪しいあれもなかったんで。ちょっと一個聞いていいですか、プテハシさんで最終位置どこですか。僕どうだっけ。エレクトリカルじゃね。エレクトリカルじゃない、ストレージじゃない、ストレージ。その前でどこいました。エレクトリカルで電気消えたの直しに行くところを確認して、でマンちゃんが多分直したんじゃないかな。あ、そうですか。エレクトリカル最後直したのは自分で。でもマンちゃん白すぎるやろと思って初日から言ってますね。マンちゃんとずっと結構一緒にいたと思う。ああ、エレクトリカルってマンちゃんさんが直した時他に人いました。神宮寺見てます。センタンと神宮寺ってあと何人かって、その中にゲンさんっていませんでした。あ、それについてはね、いたかも。多分いたと思う。私、うん、ゲンさんをエレクトリカルで見てるので。見てる。それ停電前なんですけど、絶対停電のタイミングだったらゲンさん停電直してると思うんで、だからエレクトリカルで死んでるってこと、の可能性が高いと思います。話すか。なるほど。ちょっとエレクトリカルの話聞きたいですね、うん、あ、お願いします。はい、はい、はい。ゆいさんからいいですか、エレクトリカルの話。あ、私は言いませんでした。エレクトリカルに停電前にゲンさんと2人、最初の停電あったじゃないですか、うんうんうん、一番最初の停電、それを直して、その後何人かタスクやってた人がいたと思うんです。3、4人ぐらいいた気がするんですけど、でそれで一番最後になったのが私とゲンさんなんです。でも最初の停電と次の停電って結構時間に差があるから、で次の停電の後だったから別にそこまで位置情報無理だと思うんですけど、はい、あ、で最初の停電が終わって、うん、私はゲンさんを残してエレクトリカルを出たんですよ。でゲンさんが一人エレクトリカルにいたタイミングで、そこから結構すぐにまた2回目の停電が鳴ったんで、あの位置だったら私ゲンさんがあの停電2回目も直してるかなって思ったんですけど、あ、てかそもそもゲンさんの死体が周辺になかったですね、うんうん、奥にもなかったから、うん、ってなる、うん、じゃあ違うところ。ちなみに夏目さん最終目撃って誰ですか。いやー、わかんないな。夏目さんわかんないよ。
僕ちなみに右の方のウェポンズとかオーツの方にいたんですよ。多分最初の方先端さんとねシールドコミュニケーションあたりですれ違ってて、うん、そこからずっと右にいたんで左の状況全然知らないですよね。鳥さん、ナッシャカリさんにとシールドで会った後コミュニケーションでイトリさんと会いました。でエレクトリカル停電終わって治ってマンちゃんさんってプテハシさんの前を僕がストレージでかちょっと重なるかなぐらいで歩いてて僕そのままアドミンでタスク始めたらなったんで、うん、これはまあ本当のこと言ってますね。慎太郎さんははいはい、うん、SSH ですか。浮いてるよね、うん、僕はリアクターにいましたね。最終的には停電2回ぐらいあったじゃないですか。どっから説明すればいいですか行動って。全部って言われるとあんま覚えてないですけど、慎太郎くんはねロバーエンジンで棒立ちしてた時があったからね、そこちょっと気になってんだよな。投票しないと。これ僕に入れてる人が人狼です。多分僕です。僕が入れました。人狼です。じゃあ話すか。はい、はい、多分センターさんから鳴らしたの最終位置、まあ、おそうだな。疑われているから話すんですけど、はい、まずカフェテリアから始まるじゃないですか最初の位置が、はい、でそこからタスクをこなしながら下の方に行って、で停電が2回ぐらいあった間はそのエレクトリカルの辺を通って、で最終位置がリアクターなんですよ。それぐらいしか覚えてなくって、だから白照明か。最後僕リアクターが最終位置だったんですけど、誰か一人が端っこにチラッと見えた気がしたんですけど誰だったか覚えてなくって、その人としかすれ違ってないんですか。ずっとそうなんですよ多分すれ違ってないから。でもエレクトリカルに行ったりしてたんでしょ。エレクトリカルに行ったタイミングでもう停電が治ってたんで、5人いたのは確認しました最初の停電の時に。5人いてストレージに2人いたから最初の停電の時、それだったら絶対誰か会ってるはずだと思うけどな停電の時。でも結構すれ違ってると思うんですけど僕、いやルートは間違いないと思ってるんで本当に下側の方を通過して、うん、なるほどね。で最後リアクターが僕の最終位置なんで少なくとも 3,4 人はすれ違ってないとおかしいことになってて、右だから分かんないな右か。ゆとりさんってアッパーエンジンとかカフェテリアの方にいたんでしたっけ。あ、そうです。アドミンで多分最後にマンちゃんと会ってそこからカフェテリア、アッパー行って発見ですね。ああじゃあ慎太郎さんには会えないのか。その間は誰も待ってないんで、メッドベイに誰かいたら会うけどメッドベイ誰も証言しないんで多分そこもいないじゃないですか。うん、ごめんなさい、マンちゃんさんの動きってどうしたら、はい、どうしてアドミンまで行ったんでしたっけ。アドミンに行ったのは停電になる直前で、ゆとりさんが最後までそれは違う、停電になる直前までアドミンで、そこから停電になってエレクトリカル直しに行って自分が直して、うん、でストレージに行ったところで多分ゆいさんの最終位置は、いやまんちゃんゆいさんの最終位置は、私はあの十字路ぐらいかな、セキュリティとリアクターの。え、そうなの、うん、重要情報すぎ、めちゃめちゃ重要じゃない今のね。そうまんちゃんの話してる場合じゃないと思ったけどな。ゆいさん押してほしいわ。何ボタンお願いします。慎太郎さんとゆいさんの気がすぎない。これゆいさんはもう確実に苦労が気がすぎだな話のそらし方が。あれなんじゃね。ごめんなさい、これ私押せてます？押せてます、押せてます。大丈夫ですよ。ま、画面バグですか？あ、大丈夫です。なんか、でっかい、ボタンが今、ガンってあって、どかなかったんですよ。どきました。大丈夫です。はい。
ゆいさんの最終位置に対して私ちょっとね、あの微妙に間違ってたかも。リアクターが鳴ったじゃないですか。いつの話？最後に、夏目さん、源さんが、源さんか、源さん、夏目さんが、死んだ時の話ですよね。そうです。その話ですよね。リアクターが鳴ったと思うんですけど、え、鳴ったっけ？鳴ったっけ？僕鳴ってないと思う。あれじゃ電気じゃない？電気電気で。2回目の、申し訳ございません。もう本当申し訳ない。ちょっと記憶がこんがらった。2回目の停電の時に私リアクターにいたんですよ。で、そっから、ロアエン、アッパーエンジンに行かないで、私ロアエンジンの方に行ったんだ、多分。で、あの左下の助かるじゃないですか、ロアエンジンの。あそこに確かプテハシさんがいたと思うんです。いやいやいや、勘弁してよ。ワンちゃん助けて、ワンちゃん。ワンちゃん、僕プテハシさんと。ってるから。え、あのさ、私プテハシさんとロアエンジンですれ違ってません？一回。すれ違ってないよ。だから僕が、いや僕はワンちゃんについて言ってて、いやいやいや、待って、マジで会ってないし、僕はユイさんが、アッパーエンジンでやって、アッパーエンジンのタスクがリアクター飛んでんじゃねえと思っちゃってるけどね。だって会ってないし。会ったかな？いや、僕は全然記憶ないし、ワンちゃんと一緒にいたよ。で、一回会ってて、私ちょっとヒヤッとしたような気がするんですけど、気のせい？自分いいっすか？あの、プテアスさん、多分、そんなに一緒に行ってないような。うわぁ、もうこそうだ、最悪だ。最悪だ。うわぁ、もう3人ともなんだこれ。最後に合流したのは分かるけど、最終位置をプテアスさんに聞いたのは、ロマエンジンからエレクトリカル方面に行ったのを見かけたと思ったからなんですよ。3人ともなんだこれ。まあ、でもプテアスさんが聞いてましたよね。アザミめちゃくちゃいるとき、慎太郎さんとユイさんペア、ユイさんと慎太郎さんペアで。いや、そんな一緒にいなかったよね。それ、僕もちょっと思ってたんだよな。ワンちゃんから言ってくれたら、より、確証できるわ。そんないなかったよな。緑、紫。やめとけ、無理か。よいしょ。一線をね、結構殺されやすいんで覚えておいてください。え、ちょっと待って、慎太郎さんが、これね、待って慎太郎さんがやりました。ゆいさんがやってるんで、目の前で慎太郎さんがやりました。ゆいさんがキルしてるんで、ゆいさん人狼ですね。嘘でしょ、こんな大胆なことする。あ、だからこれってセルフレポートなんで、ちょっと僕もレポートの反応遅れちゃったんですよね、びっくりしちゃって。なるほど。私メトベイでスキャンやってたんですよ。で、慎太郎さんがずっと私についてきてくれてて、で、ずっとそのスキャンの横にいたんですよ。そしたら神宮寺さんを目の前でガッて、私はスキャンをしてました。私はタスクをやってました。僕も言いますね。僕はメトベイタスクなかったんですけど、ただゆいさんについていこうと思って、だからゆいさんがタスクやってるんだろうなと思って待ったんですけど、ただそしたらいきなり殺してるから、僕ちょっと反応遅れちゃったんですよ。あの、いきなり殺すと思ってなくって。いや、これだから、これ私不利だな。僕ね、僕ゆいさんの味方するわ。やった、ありがとう。あんだけ疑ってきたんだけど、やっぱね、慎太郎くんのロアエンジン棒立ちの件にはちょっともう。いや、これね、結構ゆいさんとプテハシさんのロールあると思ってるんですよ。じゃあやっぱゆいさんも殺そう。ゆいさんが やっぱゆいさんも僕は殺そうと思って。私と慎太郎さんの二郎はないわけじゃん、まず。いや、わかんない。あるこれって。いや、ないでしょ。ないでしょ。何してんの、この人ら。え、僕追放したらダブルキルで負けません、これ。多分。間に合うよ、次のボタン。慎太郎さん、僕押せる、僕押せるもん。あ、でも、むしろ私と言ったらやばい。むしろ私と言ったらそれ。あの、ゆいさんってさ、最初にプテハシさんって何してましたみたいな話してて。その後にさらにプテアスさんがロアに行ったってことを言ってるから、あまりにもなんかロックオンしすぎなんじゃないかって思ってるから、逆に白拾ってるんだけど僕そこ、うん、いや、そうだから僕は白を拾ってる。その、あ、逆にね、他映るかなと思って、普通だったら
なんでずっとプテハさんの話してて、自分の位置証明するときもプテハさんの話してるから相方に助け求めてるように聞こえたんですよね。証言してくれみたいな。わかったわかったよ。おお、まあ、マジか、すらこれ。え、怖い。負けるか。いや、これやばい、多分。え、これ誰か不安だったら私ついてきてください。だだだだ。はい、ナイス。で、で直しました、一人で。あ、その後ろいました。すいません、投票画面いけなかったですけど、真ん中完遂しましょう、完遂しましょう。カメテリアに手を落とそうかと思ったけど、上にマンちゃんいたんで、怖いんで下がったんですけど、マンちゃん殺してこなかったんで、ボタン押してくれたんで、ぐらいです。なんか、プテハシさん、ユイさんのその二郎はないんじゃないかと思ってて、ユイさんがマンちゃんさんになんか一回アドミンのこと聞いたのがちょっと気になってますよね。あ、そう、なんかそれももうプテハシさん基準で、プテハシさんとマンちゃんさんが一緒にいたって言ってたのはいつからなんだろうなっていうのが気になったから、はいはいはい、そう聞いた。だからマンちゃん発言したいんですけど、うん、確かにマンちゃんと 100% ね、ずっと一緒にいたわけじゃないんだけど、僕はマンちゃんが画面に映るたびにマンちゃんのところについて行ってて、あ、はいはいはい、で、基本的には、右下の方で作業をこなしていて、停電になったら停電エレクトリカルの方に向かっていて、停電が解除したタイミングでマンちゃんが見かけたら僕はマンちゃんについていくみたいな感じで、でマンちゃんがタスクやってて僕が同じ部屋で被ったらタスクをこなすみたいな感じの流れでついていくみたいな作戦を取っていて、もうマンちゃんはマジで 100% 白を置いてるから、まあゆい慎太郎で一陣が落ち、そしたらリポートゆとりさんもね、ゆとりさんもね、かなり孤独の、そう、孤独の場合で、孤独の時に殺してこなかったと思ってるから、天魔者、天魔者にいると思ってる。天魔者、天魔者。天魔者さんまだ生きてるからな。いやいや、ちょっとやめてよ。たまにはやらせてくれよ、人狼。あ、宇宙人。これ私死にます？死んじゃうやつ。死にますよ。マジか。え、でも、白拾ったけどね、僕は。これどうなんですか？それでも殺すんですか？映画のタイトルじゃん。まだでも名はあれば。まあ、まあ、まあ、ちょっと、うん、ボタン押しの意識を5人なんで。ゆいさんの誰が狼だと思うか、じゃあ最後ちょっと教えてもらっていいですか？いや、ちょっとね、幽霊になって考えます。参考にしたい、参考にしたい。今しかない、今しかないよ。センターさんも白だと思う。 OK、参考にします。ありがとう。また会いましょう。明日へ探してね、しっかり。でもゆとりさんはアドミンの情報言ってたけど、まあ、黒で言う可能性もあるかな。両方ともゆとりさんにヘイトを向けてないのが気になるんだよな。シャカリさん、でもここでわざと止まるとも思えないんだよな。ゆとりさんかな。慎太郎さんがやってゆとりさんが見つけたって流れはまあ、ありそうかな。プテハシ。あんちゃんは絶対ないと思う。プテハシさんはあり得る。プテハシ慎太郎ならあり得る。あんちゃんはいい子だから絶対ない。こんな、そんなね、悪いことする子じゃない。あんちゃんは。したいじゃないのか。やべ、これ間に合うかも。やべ、これやらかしたか。やらかした気がする。あぶねえ。はいはい、したいですね。ナイスナイス。今の怖かった。怖かったね。ナイス。リアクターで着いたけど誰もいなくて、マンちゃん来たんで上下で直してます。結構死んでんじゃない。マンちゃんと同列のタイミングで入ってます。そうです。ワンちゃんは見えた？プテハシさん最後まで見えてるはず。はずってなんて。一緒に行ってた。もうテープ泣いてたよ。一緒に行ってる。一緒に行ってるから。ワンちゃん人気すぎねえんだよね。見えてる見えてる。大丈夫。見えてるもんね。 OK。
ッケーオッケー、死んでない死んでない、うん、オッケー。まんちゃん、僕リアクターとナビゲーションにさタスクがあるから一緒に行かない？なんでそんな仲いいんすかそこ。いいっすけど。いやだって絶対的な白さを持ってるから。いや嬉しいな。僕もナビゲーションとおつに残ってるから。あ、じゃあ先にリアクターね。いいよ。やった。親子みたいな。やった。タスク、ちなみにあともうちょっとで終わりますマジで。うっす。いつかな。他の人は？俺はあとリアクターとおつが残ってるんで。レポンズの銃打つやつあるんで銃。石か。2人のペアには近づかないようにくださいね。一応ペア組んでいなくなっちゃうんで。自分ナビゲーションと O2 にやるって言ったんですけど、それ2個ずつなんで、うん、ちょっと時間かかるかもしれない。大丈夫、みよ、うん、僕は守るから大丈夫。じゃあ俺も O2 2つあるからですね、これ。行かない。みんなさん止まっちゃうから。3人になっちゃう、やばい。僕、タスク当てんだけど、まんちゃん一緒に行かない O2。おい、ダメ。なんで怖い。困っちゃうな。ダメよ。困っちゃうな。でもプテハさんずっといたし、もういいんじゃない？いやダメ、足りない。まあペアは最後まで一緒に。そうだね。はい。いいじゃん。プテマンユト戦でいいじゃん。プテマンユト戦で。僕タスク割ってるから。あれ。千馬車がいい。僕ユト千馬車白い。千馬車いいよ。割と白置いてるから。マシカリさん左だったっけ？あ、右っす。右？マシカリさん黒だったら押さないけどね。とか、俺一人やん。鳥さんが慎太郎さんの死体発見してレポートしたんじゃないかなと思うけど。いや、マシャカリさんじゃない気がするけどね。肉にしたら大移動すぎるしな。まあでも、やったのは慎太郎さんとして、まあそこはちょっと一回外すか。お子さんで間違いないと思う。これやばそう。にしちゃさっきのボタンもちょっと白しるしるするよね。めっちゃいいタイミングだったし。あ、怖いここ。やべえこれ一番ペアになりたくない人になってた。まさかりー。リアクター行ったら違ったねこれは。リアクター行ったらゆとりさんが、いやゆとりさん下直してるの見ちゃってるからもう。発言します。センターと一緒にずっと移動してました。マシャカリさんも僕もいました。ずっといました。マジか。上上がって一緒にかぶっ、あ、じゃあ下行こうとして被っちゃって、じゃあ俺上行くわって言ったらセンター上に上がって被っちゃってあたあたして上下分かれて終わった瞬間に死んだんで、マシャカリさん上で待機してたと思います。いや僕はマシャカリさんがセンターの下の上にいるのを見て、ゆとりさんが下から来るのを見ているから、じゃあ俺リポートしてから。マシャカリさん入れちゃうよ。ちょっと待って、ね、まあまず2つやしてもらっていいですか。はい、まずリポートしてたんで止まってましたっていうのがあります。1つ1点、うんうんうん、でもう1点はこのゲームには動機ずれがあります。なるほどね。はい、その2点を考慮してください。であとプテハシさんにめちゃくちゃ白いと言われてるゆとりさんを、僕はこのいついちにプテハシさんとマンチャーさんで組んでるやつに残しません。なるほどね。はい、
でもセンターしか殺せないもんね、だってペア組んでるから。マンちゃんはどう思いますか？いやいや、ちょいちょい。いや、僕は正直、リアクター後から入ってきたんで分かんないんだけど、一個気になったのが、うん、気になったのが、ゆとりさん、なんか大津に助かるって言ったのに、リアクターに行ってリアクターで助けやってたんだよ。いやいやいや、マンちゃん。俺、リアクターにもあるって言ったよ、最初。あ、リアクターにもある。言ってない、言ってない、言ってない。言ってない。マンちゃん。リアクターと大津にあるって言った。あ、マンちゃん、ちょっとマジで、マジで、マジで。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 任して、うん、だって僕見ちゃったんだもん。だって何を見ちゃってるの？マシャカリさんが死体の上にいて、うんうん、下上行っただけでしょ。リポートマシャカリさんがじゃあ上直したの？マンちゃん待って待って、マンちゃん俺マンちゃん上直したんですよ。いつでも殺せる状況何回もあったじゃん、ずっと。あった、うん、あったあったあった、停電した時も殺せたし、カフェに落ちてくれた時も俺は見えてる。いっぱいあった、うん、いやあれ結婚式マジでマジでいっぱいあったけど、いっぱいあったけど、いっぱいあったけど、マンちゃん入れなきゃ入れなきゃ、マンちゃん入れなきゃ、信じる、うん、信じるよ、信じる。いや、マシャカリさんが2日目以降いる時点でもうね、うん、ちょっと勝てない、ごめんね。いや、わかんねえ。いや、これさんか全然わかんない。あ、見てたか。ヒューマンドラマでしたね。親友はどっちなの？親友は僕がインポスターです。あー、慎太郎さん、すみません、慎太郎さん。いや、全然頑張りました。僕もあんまり活躍できなかったんで、すみません。いえいえ。結局、ユイさん、プテハシさん問題は、どうなんですか、真相は。そうですね、ユイさん。ごめんね、ごめんなさい。私の勘違いだったかもしれない。あの、ゲンのコメントを見たんですけど、ユイさんおそらく、プテハシさんとゲンを同じ緑と認識して間違えたのではないかと。そういうことか。ゲンさんは見てたんだ、じゃあ。ゲンは、今ちょっと、その、過去を見てたら、ユイさん言いましたね。過去を見てたら。過去を見てました。あの、ユイさんの遡るものみたいな。すごい私視点混乱してて今の試合ごめんなさい。緑やったゆいさんとゆいさんとプテアスさんがそこで食い違ってて、しかもあのプテアスさん今回めちゃくちゃ迫真の白出しをしてもらってたから、なんか逆に怖いなってなって、私も黒かなと思ってたんですよね。すごい迫真の白出しだった。あのちょっとめたい話ですけど、高田さんに似ちゃってて、あの瞬間なんかあのとにかく恋人恋人な感じだったんで、何言ってんの、ファッションでしたね、すごい。どうなのよ、あ、実際ね、ずっといなかったしね、なんか ずっといたよねって言ってたから、僕もえそんな一緒いたかと思って、でマンちゃん自身がいやそんないなかったけどって言って振られてた、ね、あれめっちゃおもろかった。おかしいと思った、おかしいと思ったんだよな。でも なんだあれ、僕もプテハシさんちょこちょこすれ違ってるのに、マンちゃんさん見てなかったんで。いや、わかんない、もうなんか視界にいなくてもいるように感じてるぐらい深かったかも、僕の愛が。危ないじゃないですか。いやー、面白かったな。ユイさん、テンパってたな。テンパってましたね、すみません。これでも私を殺すんですかって。名言が。映画の声かっこいいと思う。あれでユイさんが。ローだったらもっとかっこよかったなって。もうやっぱり確信ですよね。役者でしたね。めっちゃ面白かった。人間ドラマがすごかったですね、今回。ね、ワンちゃんの奪い合いと。ワンちゃんの奪い合いと。